えというわけで今回もご視聴ありがとうございます。え今回から2回ほど、まあ、かなり趣味に偏った音楽トークをしていこうかなと思うんですけれども、まあ、自分、オーディオ関係のことにも結構興味がありまして、まあ、レコードのコレクションとか、オーディオに関するトークをしている YouTube チャンネルなんかも時々見るんですね。で、そんな中で、まあ、よく見てるのがレコイチさんっていうチャンネルで、 まあレコードとか CD の音質とかあのオーディオの環境についてお話をされているチャンネルなんですけれどもまあそのチャンネルの中ですごく興味深いトピックが出てきたんですねビートルズの CD はもう2009年のリマスター版よりも1987年に発売された初 CD 化の頃のものの方が音がいいっていう説ですね CD の時代にシフトしていってで1987年からビートルズの全アルバムが CD として再販されたわけですけれどもその87年版がずっとビーートルズの CD の CD スタンダードだったんですよねでそれが2009年にビートルズの全アルバムまたリマスターという形であの音質を向上してリリースし直されてで87年版の方がもう廃盤になって今 CD ショップとかに売っているビートルズの CD は全て、まあ、2009年リマスターのものなんですね。 まあ自分がビートルズにハマった2012年頃は、まあ、ビートルズの全作品がリマスターされてまだ3年足らずぐらいの頃だったので、まあ、今は手元にはないんですけれども2009年に発売されたリマスター版の CD を、まあ、学校の近くのツタヤとかゲオとかで買い揃えていった、まあ、そんな思い出があってでやっぱり当時は2009年リマスター版の方が圧倒的に音が良くて 87年に発売された古い方の CD は音が悪いってほぼ断言してる方の方が多かったと思うんですね。まあ当時から自分音質とかにもこだわっていたので、まあ個人のブログとか、あとは Amazon のレビューとかで、まあリマスター版の方が音がいいって語ってる方の意見なんかもたくさん読んでたんですけれども、本当に自分は今の今まで、 その高校生の頃に読んでいた、まあ、2009年のリマスター版の方が圧倒的に音がいいっていう説を信じていたんですね。このリマスター版が出たことで世界中のポップスのリマスターの基準が決まったみたいな話も聞いたことがありますしやっぱり中古の CD ショップとかで87年版のビートルズの CD なんかよく見かけますけれども、まあ、見向きもしなかったんですが、まあ、レコイチさんというチャンネルでそういうお話が出てきたんで まあ、画然興味が出てきましてね初めて自分古い方のビートルズの CD を購入しましたすでに今手元にあるのが87年版の「プリーズプリーズミー」ファーストアルバムですねで「プリーズプリーズミー」に関しては今 CD ショップで手に入るものはステレオ版ですけれどもこの当時定番だったのはもうモノラルバージョンでで同じモノラルバージョンの「プリーズプリーズミー」が2009年に発売された、まあ、こちらのモノボックスにも収録されていて まあそれがこのレコード版のジャケットを再現した紙ジャケの CD ですねでまずモノラルに関してこの2枚聞き比べてみたんですけどもうあんまり違いがわからないぐらいに、まあ、古い方の CD こちらの CD も音がいいんですよまあ確かに聞いてみた感じまあ、2009年に発売されたこのモノボックスの CD の方が音に厚みはあるなと感じるんですけれども でもやや整理された感じの音というか小切れにまとまってる感じがするんですよね。で対してこの87年版古い方の CD は確かに中低音に関してはリマスター版よりも迫力はないですけれども、まあ、こっちはこっちで全然悪くないというかむしろ聞き疲れしないのは古い方の CD かななんて思ったりもします。まあ、今手元にはないんですけれども、 まあ、ビートルズの超名版と言われる作品の一つ、あの、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドえ。こちらも古い方と新しい方を聴き比べてみました。もう2009年版の方は高校生の頃に CD を買って実家に置いてあるので、まあそちらの音源と、あと87年版はツタヤ・ディスカスでレンタルをして、リッピングして聴き比べてみたんですね。すると確かに1987年版の古い方の CD も 全然音が良くてまあレコイチさんというチャンネルでもおっしゃっていた、まあ、2009年版の方が重低音がきつくてベースの音なんかもポールの良さが際立ってるわけではなくて、まあ、打ち込みでベースラインを足したように聞こえるっておっしゃってたんですけれども、まあ、確かにそれもわかるなと思いましたね。まあ、今回は「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドを聞聴き比べてみたんですけれども87年版と2009年版 ミックスが変わってはいないのに結構楽器の音量バランスなんんかも違って聞こえるんですよね。特にボーカルが2009年版は大きく聞こえるしパンも2009年版の方がややギュッと詰まっているように個人的には聞こえるんですけれども確かにこれも87年版と2009年版まあ好みによってどちらもいいんじゃないかなと個人的には思いましたまあそれだけ年数の違う音源ですけれども まあ、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドあの4分の3拍子チッタンタンチッタンタンのところを聴き比べてみると、まあ、ボーカルの鮮度感みたいなもの生々しさに関しては87年版も2009年版もそこまで大きくは変わっていなくて、まあ、その細かい部分に関してはもうリスナーの好み次第って言えるぐらいには、まあ、どちらもクオリティの高い音だと個人的には感じましたただこちらに まあ、サージェントペパーズレコード版も持ってるんですけれども、このレコード版、決していいレコードではありません。いわゆる的一とか言われる、まあ何万円、何十万円で取引されてるような高額レコードではなくて、まあマニアの中では音が悪いとされている、80年代頃に日本で再発されたレコードですね。ただ、個人的にはこのレコードも全然音はいいなと思いますし、こちらと聞き比べてみると、やっぱり音の方向性的には、 87年版の方がレコードに近い音かなとは思いました。確かに2009年版はこうデジタル時代の音というか、まあ、レコードみたいな自然なニュアンスはあまり感じられないというか、そういった点ではある意味2009年版の方が、ま低音も強調されてますし、綺麗に整理されているので、ある意味角張った音にも聞こえるかなとは思ってます。ただこのマニアにはあまり評判の良くない、 日本版のレコードの株を上げるためのお話をしておくと、まあ、今回レコードと2009年版と87年版の聴き比べをするときには、なるべくレコードの条件を悪くしようと思って、まあ、A 面の一番内周に入っているあのミスターカイトで聴き比べてみたんですけれども、やっぱり自分はレコードの音が一番好きかなって思うぐらいには、この評判の悪いレコードの音も良かったです。 まあ改めて今回ビートルズの CD は2009年リマスター版よりも87年版の方が音がいいっていう説に触れて実際に検証してみた結果確かに87年版音がいいですそしてアナログレコードに近いニュアンスは87年版の方が持ってるんじゃないかなと思いますただし87年版の CD を、まあ、iTunes に取り込んで,でそれを iPhone に入れて、まあ、流行りのエド・シーランとかと並べて聞いてみたら 絶対に87年版のビートルズの方が音圧は全然足りないですし、まあ、ビートルズの音しょぼいなって感じてしまうんじゃないかと思います。やっぱり流行りの音楽というかこの2020年代にリリースされた音楽とも並べて聴いて遜色なく聞こえるのは2009年リマスターの方ですしまあ個人的なお話をすると 多分二十歳前後の頃の自分だったらこうして聴き比べても2009年版の方が全然音がいいじゃないかって判断したと思います。というのも自分の場合この4、5年ぐらいでまあ端くれではありますけれども DTM での音楽制作に携わってきているのでまあその中で自分の中のいい音の基準が結構変わってきたなっていう感覚があるんですね。 この YouTube チャンネルで皆さんに聴いていただいている弾き語りの音源とかあとはオリジナル曲の音源なんかもあのいわゆるマスタリングっっっててててていいうう最終調整の工程はオゾンっていうソフトを指してで、AI、に任せてやってるんですねでこのオゾンで調整をする前の段階でも制作してる中で、まあ、だいぶでかい音で作ったななんて思うんですけれどもでもオゾンを指してマスタリングをしてみるとさらに音圧が強くなって音がでかくなるので。 うわ、音でか聞いてて疲れるって感じてしまったりするんですね。でもその状態が基本的にリスナーに届けられる状態なんで、やっぱりクリエイターの皆さんの間でもそこの葛藤はあるんですよね。まあ音圧を控えめにマスタリングして、その音楽が持っているダイナミックレンジをしっかり残すか、あるいは音圧をガツンと稼いで、本当だったら小さく聞こえるはずの音もがっつり上げてしまって、 でも色ないように作るか、まあ、自分で制作に携わるとすごく悩ましい部分ではあるんですけれども個人的なこういう活動の中でやっぱりいい音っていうのは迫力のある音聞いててドスンとくる音ではなくて、まあ、長時間聞いていても疲れない音飽きない音これがいい音なんじゃないかなっていうふうに思い始めたんですね。 ま繰り返しになりますが本当に今の今まで自分はビートルズに限らず他のアーティストの方々の作品も全部一番新しいリマスターが一番いい音だと信じてました例えば邦楽でも、まあ、長渕さんとか90年代のビーイング系とかあとは大江千里さんとか、まあ、CD が主流になって10年前後ぐらいに発売されたビッグネームの CD って まあ予算の関係でリマスター版ではなく古い CD を買って聞くことも今まで多かったんですけれどもやっぱりリマスター版と聴き比べて古い方の CD すごい音悪いなって思ったり、まあ、中域から低域がスカスカで音量いくら上げてもただただ広域が耳に刺さる痛い音の CD だなって感じてしまうことが多かったんで、まあ、古い CD は音が悪い新しい CD は音がいいってずっと信じてきたんですけれども まあ意外と古い CD の中にもリマスター版より自分の好みに合ったものがあるんじゃないかなと思い始めました。特に自分ビートルズのコレクションってどちらかってしまっていて、まあ2009年版の CD にしても全部揃ってはないんですね。一部分抜け落ちてしまっていたりとか、まパストマスターズボリューム1ボリューム2を持っていなくて、まあ、こちらに入っているモノマスターズっていう方で聞いていたりとか、まあ、コレクションとしてはすごく乱雑な状態になってしまっているので、 まあ今回この87年版のビートルズ全て揃えてそれを自分の中のスタンダードにしちゃおうかなっていうふうに思ってます、まあ、この動画を見てくださってる皆さんの中でも音質にこだわる方はいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ビートルズに限らずですね、まあ、いろんなアーティストのリマスター前の CD90 年代とか80年代の後半に発売された CD の中から自分の好みに合った 音質の番号を見つけるっていうのもすごくく楽しくやりがいいいのあるる作業になななんじゃないかなと思いま,すまあ特にそういう CD はすごく安く手に入りますしこのビートルズに関してもディスクユニオンなんかに行けば、まあ、古い方の CD ほとんどが500円を切ってるので自分のお気に入りのアルバム23枚だけでも買って聴き比べる価値はあると思いますのでご興味のある方は是非試してみていただきたいなと思います。まあ、ぜひ皆さんの ビートルズの音質に関するうんちくなんかがありましたら、まあ、全然自分ビートルズフリークとかではなくて詳しくはないのでえコメント欄で情報をいただければなと思いますえ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。